横浜市教育委員会特別支援教育相談課特別支援教育総合センターです。この先は略称の特総センターと言わせていただきます。この動画では来年度就学予定のお子さんの保護者の皆様に就学に関する説明をさせていただきます。すべてをご視聴いただくと約1時間となります。よろしくお願いいたします。本日の流れになります。1. 横浜市の学びの場について。 2. 就学相談について。 3. 就学先による就学の流れについて。 4. 補足説明です。それでは1. 横浜市の学びの場について説明をします。まず横浜市における特別支援教育について説明します。横浜市ではインクルーシブ教育システムの構築の視点を含め、一人一人の子どもの得意なことを引き出し、可能性を最大限伸ばしていきます。そのために教育的ニーズの把握をし、多様な教育の場を用意して、すべての子どもたちにあらゆる教育の場で一貫した適切な指導や必要な支援を保障します。特別支援教育はすべての子どもが対象で、学校種学級種問わずお子さんがより良い学校生活を送ることができるようにするための教育です。横浜市における特別支援教育の具体的な学びの場としては、1. 一般学級、2. 一般学級と通級指導教室の併用。通級指導教室は在籍校から離れて支援指導を受ける特別な学びの場です。 3. 個別支援学級。これは小中学校の校内にある子に応じた支援指導を行うための特別な学びの場の学級です。 4. 特別支援教室。特別支援教室は小中学校が一般学級や個別支援学級の在籍学級以外に校内に設置していて、一時的に利用する特別な支援指導を行うための教室です。 5. 特別支援学校、養護学校。心身に障害のある児童生徒が通う学校です。通級指導教室の利用、個別支援学級への入級、特別支援学校への入学を希望する場合は必ず特総センターでの相談が必要になります。それぞれの学びの場の詳細についてはこの後説明させていただきますので、そちらを参考にしてください。これは横浜市における学びの場のイメージ図です。一般学級、個別支援学級、特別支援学校のいずれかに在籍します。1のように一般学級に在籍しているお子さんは、必要に応じて特別支援教室を利用したり、特総センターの判断が出た場合、通級指導教室に通ったりすることができます。2のように個別支援学級に在籍しているお子さんが、必要に応じて特別支援教室を利用することもあります。3のように本人保護者の希望により、特別支援学校と学区の学校が連絡を取り合って交流及び共同学習を行うこともあります。保護者付き添いのもと個別支援学級の活動に参加することが多いです。このように学区の学校か特別支援学校に在籍しながら、お子さんの実態に応じ別の学びの場で学ぶことがあります。
ここからは具体的な学びの場についてご説明します。はじめに一般学級についてです。学びの場を考えるにあたりポイントとなるのが一学級あたりの児童生徒の人数と教育課程です。一般学級の児童生徒数は法律では一学級あたり40名です。横浜市では小1・小2までは35名に対し1名の教員が学級担任としてすべての教科の学習を指導します。教育課程についてです。文部科学省が規定した学習指導要領で定められた学年で指導する内容があり、学年ごとに系統を立てられています。例として小学校2年生では掛け算を学習することが定められており、学んだ九九を次の学年以降発展的に活用し学びを深めていきます。次に特別支援教育に関する相談窓口についてですが、すべての小学校には特別支援教育に関する相談窓口であり、配慮が必要な児童の支援について中心的な役割を担う児童支援専任特別支援教育コーディネーターという教員が配置されています。配慮が必要な児童の具体的な支援としては、一般学級で座席の配慮など環境調整、教材の工夫や個別の言葉かけの工夫などが考えられます。担任以外の教員が学級に入って複数で支援を行うティームティーチングの活用も考えられます。各学校の状況によって実施内容は異なります。また校内にある特別支援教室で個別的な指導を行う場合もあります。次は特別支援教室についてです。第3期横浜市教育振興計画では、特別支援教室は、横浜市立の小中学校では、児童生徒が在籍する学級を離れて学習するためのスペースと定義されています。特別支援教室の利用については、特措センターでの相談は不要です。現在、特別支援教室は、教科学習を通して学習のつまずきの解消、登校支援、社会性獲得に向けた自立活動の視点を取り入れた指導を行う場として活用されています。この特別支援教室は各学校が学校の実態に応じて独自に工夫して取り組んでいます。そのため学校ごとに状況が異なりますので、面談時に確認をしてください。通級指導教室について説明します。対象は、1、一般学級に在籍し、学習におおむね参加可能な児童生徒で、知的発達の遅れがない児童生徒であること。2、弱視、難聴、言語障害、情緒障害、自閉症、LD、ADHD など特別な支援指導を必要とする児童生徒であることです。ただし特例として難聴・口蓋裂の場合は個別支援学級在籍児童生徒も対象となります。目的は障害に基づく学習上または生活上の困難の改善克服であり、教科の補充は行いません。このスライドでは通級指導教室の指導について説明します。指導回数はお子さんの状態や目標等によって異なりますが、週1回から月1回程度です。指導形態は小学校の LD、ADHD を含む情緒障害はグループ指導、
弱視、難聴、言語障害は個別指導が中心となります。個々の教育的なニーズに合わせて指導形態を変える場合があります。指導内容は特別支援学校の学習指導要領にある自立活動という領域を参考に進められます。情緒障害通級指導教室では情緒の安定や対人関係、コミュニケーション、認知特性に応じた学習等、弱視の通級指導教室では視覚補助具の活用の仕方や対人関係等、難聴言語障害通級指導教室では聴覚の管理や言語発音に関する指導を行います。小学校はすべての通級指導教室で保護者の付き添いが必要です。お子さんの安全を確保することや保護者面談や保護者支援として親子学習や指導の参観等を行うためです。在籍校内に設置されている通級に通う場合も付き添いが必要になります。通級指導教室設置校について説明します。設置校の一覧になっています。横浜市の通級指導教室には弱視、難聴、言語、情緒の4つの障害種があります。 LD、ADHD については情緒障害の教室に含まれます。弱視の通級は某特別支援学校に設置されていますが、実際の教室は分教室として神奈川区の神奈川小学校の中にあります。在籍する学校によって通級指導を受ける学校は指定されます。保護者の希望ではありませんのでご理解お願いします。次は個別支援学級について説明します。横浜市では国でいう特別支援学級のことを個別支援学級という名称で呼んでいます。横浜市の学級種は ① 知的障害、 ② 自閉症情緒障害、 ③ 弱視の3障害種があります。そのうち知的障害個別支援学級、自閉症情緒障害個別支援学級はすべての小学校に設置されています。弱視個別支援学級は必要に応じて設置されます。学級規模は法律で定められています。学級種ごとに児童生徒8名に対して教員1名となっています。教育課程は一般学級の教育課程や特別支援学校の教育課程を参考にお子さんの実態に合わせ特別な教育課程を編成します。個の実態等に応じて個別の教育支援計画や個別の指導計画を作成して支援指導をしています。指導形態としては基本的に学級ごとに指導を行いますが、合同やグループで指導することもあります。集団活動の中で必要に応じて個別の指導も行いますが、マンツーマンの指導ではありませんのでご承知おきください。指導の工夫としては本人の興味関心に応じたり、教材の工夫、そして体験的な学習や日常生活動作の学習をスモールステップで学びます。交流及び共同学習についてはお子さんの実態に応じて学びの特性を考慮しながら計画的に一般学級と交流したり共同学習を行ったりしています。個別支援学級の特色を説明します。
一つ目が異学年での学級編成です。異学年で学ぶことで年上のお子さんの良い行動を真似して学んだり、年下のお子さんとの関わりの中で責任感が育つことなどが期待されます。二つ目が行事です。一般学級の行事に加えて個別支援学級としての行事があります。個別支援学級ごと区ごとの特色に応じて実施しています。進学予定の学区の中学校へ行って個別支援学級同士で交流を行う小中個別支援学級交流会や、その他合同宿泊学習、合同学習発表会等があり、お子さんの実態に合わせて参加しています。特別支援学校について説明します。設立された時期によっては養護学校という名称を使っている学校もあります。特別支援学校には視覚障害、聴覚障害、知的障害、肢体不自由、病弱の部門があり、肢体不自由及び病弱は訪問教育ができます。学級規模は児童生徒6名に対して教員1名です。聴覚障害のある児童には実態に応じた指導の必要性から担当教員の数が増えることがあります。教育課程は特別支援学校の学習指導要領をもとに児童の障害の状態や特性及び発達の程度に応じて教育課程を編成します。個の実態等に応じた指導計画の作成として、児童の発達の状況や障害特性、保護者や本人の教育的ニーズをもとに個別の教育支援計画や個別の指導計画を作成します。指導の工夫については、本人の興味関心に応じて教材の工夫を行ったり、体験的な学習を行ったりします。児童生徒の障害による困難の状態が個別支援学級に比べ重度なため、日常生活動作の習得やコミュニケーション、身体機能の向上を目的とした学習が多くなります。また本人保護者の希望によって学区の学校で交流及び共同学習を保護者の同行のもと行います。特別支援学校に就学するためには学識経験者や専門家等で構成される委員会で承認を得る必要があります。視覚障害部門、聴覚障害部門の特別支援学校はご覧の通りになっています。視覚障害部門では横浜市立盲特別支援学校があり、県立は平塚盲学校、私立は横浜訓盲学院があります。聴覚障害部門では横浜市立ろう特別支援学校や県立平塚ろう学校、川崎市立ろう学校があります。知的障害部門の特別支援学校についてです。横浜市内にある知的障害のお子さんを対象とする横浜市立の特別支援学校と神奈川県立の養護学校の一覧です。横浜市立の知的障害特別支援学校は5校、神奈川県立の知的障害養護学校は13校です。そのうち高等部のみの学校は一律だと日野中央高等特別支援学校と二つ橋高等特別支援学校の2校、県立は横浜日向山支援学校と岩戸養護学校の2校です。
肢体不自由児部門と高等部のみの知的障害部門がある学校は、一律だと若葉台特別支援学校、県立だと鎌倉養護学校と三つ橋養護学校の2校です。聖坂養護学校は私立、国大附属特別支援学校は国立のため、希望される場合はそれぞれの募集要項をご確認ください。合わせて一律特別支援学校や県立養護学校への入学も考えている場合は、特装センターでの就学相談が必要です。その際、受験する旨を就学相談の申込書に記載いただき、相談時にお知らせください。知的障害部門及び肢体不自由児部門ともに、お住まいの住所によって就学する学校が指定されます。保護者の希望ではありませんので、ご承知おきください。詳細は相談時に相談員に確認してください。肢体不自由児部門の特別支援学校についてです。肢体不自由のお子さんを対象とする特別支援学校の一覧です。病弱の特別支援学校については、病院に入院した場合や医師の診断等がある場合に利用できます。一律浦船特別支援学校、県立横浜南養護学校があります。ベッドサイドに教員が来て学習をしたり、病院内の集まれる場所に集まって学習したり、そのお子さんの状態に合わせて支援指導をしていきます。この動画はここで終わりです。次の動画をご視聴ください。